岩本照、スノーマン、×白石麻衣、恋する警護24時、24時間警護がスタートした途端にまたもや事件が勃発。初回放送は、テレ朝推しドラサタデー枠歴代トップタイとなる個人視聴率を記録。さらに、放送後の見逃し配信再生回数も同枠の歴代最高記録を更新。連続ドラマ初単独主演、岩本照、スノーマン、×ヒロイン白石麻衣。考察あり、アクションあり、そしてラブありのドラマ、恋する警護24時、が、ついに1月13日に放送スタート。初回放送は X トレンド入りを果たし、テレ朝推しドラサタデー枠歴代トップタイとなる個人視聴率 2.4%、関東地区、ビデオリサーチ調べ、を記録。さらに、放送後もその勢いはとどまることなく、初回の見逃し配信再生回数が129万回、ビデオリサーチにて算出、期間、1月14日から1月18日を記録し、推しドラサタデー枠、歴代最高記録を更新した。